あなたに会えてよかった。あなたには希望の匂いがする。つまずいて、傷ついて、泣き叫んでも、爽やかな希望の匂いがする。街は今、眠りの中。あの鐘を鳴らすのはあなた。人は皆、悩みの中。あの鐘を鳴らすのはあなた。あなたに会えてよかった。愛し合う心が戻ってくる。優しさやいたわりや触れ合うことを信じたい心が戻ってくる。街は今、砂漠の中。あの鐘を鳴らすのはあなた。人は皆、砂漠の孤独の中。あの鐘を鳴らすのはあなた。街は今、砂漠の中。あの鐘を鳴らすのはあなた。人は皆、孤独の中。あの鐘を鳴らすのはあなた。はい、こんばんは。今夜はね、あの鐘を鳴らすのはあなたを歌いました。2021年4月の6日火曜深夜の生存確認です。今夜もね、いつものようにさりげなく生存確認の一環としてこんな風に動画をアップしてます。はい、お高様さんどうも、ネットさんどうもね、パワーさんどうも。じゃあもう一回動画回すのは、今夜はあの鐘を鳴らすのはあなた。あ、こんばんは。コババさんこんばんはね。あ、リンノスクさんこんばんは。今夜はね、あの鐘を鳴らすのはあなたを歌いますね。あなたに会えてよかった。あなたには希望の匂いがする。つまずいて、傷ついて、泣き叫んでも、爽やかな希望の匂いがする。街は今、眠りの中。あの鐘を鳴らすのはあなた。人は皆、悩みの中。あの鐘を鳴らすのはあなた。あなたに会えてよかった。愛し合う心が戻ってくる。優しさやいたわりや触れ合うことを信じたい心が戻ってくる。街は今、Google で翻訳し砂た漠ウィキペのディア英語から中。の情報あです。の鐘を鳴らすの私は宇は宙監あ督な71た。黒木春人は小松菜奈皆、高木哲主演孤の独同名の の連載小説を原作中。とする あの鐘を2018鳴年らす日の本のは長寿あ名称なホラー映画。た。街は今、砂漠の中。あの鐘を鳴らすのはあなた。人は皆、孤独の中。あの鐘を鳴らすのはあなた。どうもこんばんは。こんばんはね。今夜はね、あの鐘を鳴らすのはあなたでございました。さて、歌はこの辺にして、じゃあ、今夜のお夜食行こうか、今夜のお夜食、じゃあ、いいかな。あ、こんばんは、二郎さん、こんばんはね。
いいじゃないですよ、これ。あ、僕、アンドロイドだからね。アンドロイド、エモバーってやつね。なんだっけ、iPhone はシリでしょ？アンドロイドの場合はね、エモバーっていうやつね。音声はね。こんばんはね。じゃあ、今日のお夜食ね。今日はね、お肉焼こうか。鶏肉を焼いていこうかな。そうですね、今日のお夜食焼いてくんね。あ、ピクピクだ、こんだけ。今日もね、鶏肉とうどんを炒めてます。わあ、こんばんは。どうもね。なんかね、今日は鶏肉とね、塩コショウね、今日もね、鶏肉とうどんを炒めてます。ちょっと待ってね。あ、もう0時、あ、昨日より早いですね。0時半でもね。昨日よりも早いけどさ、今日休みだからな。明日、休みなんだよね。
今日はね、鶏肉とキャベツとうどんの炒め物だ。はい。今夜は鶏肉とキャベツとうどんの炒め物で。どうも、こんにちは。はい。どうもね。鶏肉、こんなやつね。味付け肉とキャベツ、うどん、ね。鶏のもも肉の味付けを買ってきたんでね、それで全部ね、あと塩コショウ、コショウ入れてね、うん、うまい、うん、鶏がうまい、山賊焼きって味付けのやつ、鶏肉。コショウね、うん、コショウは入れたね。じゃあこれで一杯、今日の一杯。今日はね、こちら行こうか。キリンのね、ウォッカベースのこのグレープサワー。ウォッカベースのグレープサワー買ってきたよね。珍しくこちらですね。9% なんだ。もっかね、これグレープサワー、アルコール度 9%。 高めよりはちょっと度数高めなんだね、これね。香りがいいね。はい、乾杯。どうも。ああ、うまいね。うまいね、寿司に。よってね、何でも飲めるからね。うどん一食でもさ、あれ 180g の一袋でもさ、いろいろ肉とか野菜入れると傘が増えていいんだよな、これね。比べらんないよ、それは。比べらんない。もも肉、山賊焼きってやつのね、うん、3袋入って80円ぐらいですからね、その一食。うん、ドライもいいな。うん、やかんさん、でも今日はね、鶏肉とキャベツとうどんの炒め物だ。うん、焼きうどんの位置ね。うん、で、飲み物はね、うん、これ、キリンのグレープサワー。うまい。こんばんは。味付けの鶏肉だから安かった、これ。これ4キロ入って、200円しなかったから、これ鶏肉はね。一パック200円しなかった。キャベツも前買っといたはずなんで。もうキャベツはあるや、ね。キャベツ一玉買うとさ、一人がずいぶん持つよな。うん、ずいぶん持つ。一玉買うとね。
ブラジル産の鶏肉だからね。ブラジル産の鶏肉の味付けだから。味付けの鶏肉なんで、その味付、鶏肉炒めて、それの味付けでキャベツとうどん炒めて、ちょっと胡椒足して。100円でない、80円ぐらいだから、前買ったら80円ぐらい。それを何日もかかって食ってる。もう一人だからね、僕。今度食べようね。鶏肉は安くてうまい。ブラジル産鶏肉。値段にはかなわないよ。安いんだよ、100g、100円しないで、当たり前、100円どころか、50円と100円台はもう大体、どこも。78円、100g、78円か。それの、これは2割引きだから。なおかつ僕2割引きなんで。100g、78円のブラジル産鶏肉、そのなおかつ2割引きなんで。結構安いです。結構安いよ。うまいよ。おいしいよ。最後の鶏肉。これでかいのは4切れだから。4枚。こういうの 4つ入って200円ぐらいか。ニシンね。ニシン安いときは安いよね、魚ね。魚の骨はさ、あれ、焼けば食えっからね、いいよね、あれ。鶏もも肉の骨とかやっぱ食えないけどさ、あれ、もも肉はね。もも肉の骨はさ、焼いてもね、残っちゃうけどね。ニシンの骨だと焼けば全部食えんもんな。今日は食べない。今日はうどん食ってからね。あとはキャベツとうどん。ありがとうね。いや、スーパーもこんなもんよ、値段って。3食うどんあるじゃん。1袋 180g 入って、3食大体80円から100円ずつ買えるどこの店も。キャベツも安い時ならさ、1玉80円、90円売ってる時、高い時買わないよ、あれ。安くなってる時ね、スーパーなんかで1玉80円とか90円、そういう時買ってるんで。そういう時買って1玉買えばね、1人だったら結構持つからね。今日はビッケは行かないよ。今日は行かなかった。ビッケは休みの時。うちのとこのビッケは大和田だからさ、仕事帰りにはちょっと寄れないんだ、あれ。うち野球台から、いつも都心から帰るとき野球台なんでね。大和田は逆方向なんで、休みの時にね、この家から大和田のとこのビッケに行って。千切りは高い、やっぱ千切り高い。玉で買った方がいいよ。それにさ、カットしたりさ、切ったやつはさ、日持ちしないから。白菜もそうよ。白菜がさばるけどね。多分ね、まあ、キャベツの方がいいね。キャベツの方が小さいからさ、ね、玉で買った方がさ、外から剥いてあると日持ちするんです。包丁入れるとさ、すぐそっからすぐ傷んじゃうからさ。ちゃんとさ、キャベツなんかそうや、ちゃんとさ、包丁なるべく入れないで玉で買ってさ、外から食べる分だけ剥いて、あと冷蔵庫の野菜室に入れとけば結構持つんで。カッ
ってきたもんはね、持たないよ、カット。やっぱ、包丁目からね、傷んじゃうから。白菜はしょうがないね。白菜でかいからね、なかなかね。丸々買ったらそれこそかさばっちゃうからね。うん。キャベツの方がいい。ありますよ、ディズニーランド遠足で行きます。僕の世代はね、ディズニーランド遠足で行ってますよ。小学校、中学校、高校と遠足で行ったかな。そこよりディズニーランド。ちょっと、その前はね、やつ遊園か。やつ遊園の川か。あとディズニーランド、そんな感じ。業務スーパー、町屋の時に、うちの近くないんだ、業務スーパー。町屋はさ、あれ、新三河島と町屋の間にできたからさ、高架下に。冷暗所ね、要するに野菜とか冷暗所が多いから、そう簡単に腐んないよ、うん、数ヶ月だったら大丈夫よ、冷暗所。冷暗所が多いから、いや、腐んないよ。暑いとこはダメだよ、暑いとこは。冷暗所が多いから、腐んない。今、大きい冷蔵庫だったらさ、野菜室あるじゃん、野菜室。冷蔵庫の野菜。そこ置いとけば大丈夫よ。うん。冷暗所。うん。じゃあ、京都だと京都なら、京都まで全校で新幹線で行って、そこからクラス別でバスで移動した感じです。修学旅行で初めてあれ奈良も行ったしね、大仏も見たし、うん、修学旅行の時に二条城行ったんだっけな、二条城行って普通よ、普通学級よ。普通学級で470人の中で大体僕テストで大体いつもね80番ぐらいだったからね、うん、470人結構、うん、それ3分の1か4分の1ぐらい。うん、僕の世代はそうです。僕の頃は大体公立高校は1学年470人だから、今じゃ考えられないけどね、今300人もいないもんね、1学年。僕ちょうどそうよ、昭和47年までって。この世代はね、1学年470人だから、うん、今ほんとすごいなとね、うん、今学年300人いないもんね、今ね、うん。それだけ教師はいらないんだろうね、今はね。うん、いいのな。クラス10番ぐらいだったら、10番ぐらい。4分の1だからね、大体。ないですよ。来年ね、来月ね、来月。今月か。もう今月で。今月生きてたら49。そうかもしれないね。
場所が大体その辺ですね。行けばね、もう行く気なかったんで。うどんは簡単でいいんじゃん。これちゃんとね、突っ込みたいね、ああいう可愛い子に突っ込みたい。ああいう可愛い女の子に突っ込みたい。ダメだな、突っ込むって言ったんだよな。しまいないね、しまいね、ダメだ。女の子って言うと、つい突っ込みたくなっちゃうね。言わないようにしないとね、それはね、突っ込むとかね。突っ込むって言ったら、やっぱりね、ダメだ。でも、それしかないんだ、僕にはね。突っ込むとかなっちゃう。あの子が可愛いね。田中みな実ちゃんも、あの子も突っ込みたい。あ、また言っちゃった。でも、それが素直な気持ち。それは難しいんだけどね、そう。いいですよ、おばさんはいいや、おばさんは嫌だ、若い子がいいや。若い子。可愛いんだ、あと TBS のアナウンサーだ、あの女の子。もう終わっちゃったけど、先月まであれ、日曜日皆さんのプルシャツさんで出てた、あの女の子可愛かったな。それたまんないんだ。いやだ、ピンクはもういいです。嫌だ、ばあさんは嫌だよ、ばあさんは。母さんは嫌だ。そう、だから若い子がいるんですよ、若い子。年取るしまいよ、女。行きたいね、ソープはそういうもんじゃないから、ソープはね、一緒に行くもんじゃないからさ、ソープはさ、一人で行くもんなんでね。いいな。よかった。新聞配達来た思い出はソープに行ったことかな、あの頃。ちょうど新聞配達は昼間空いてるんですよね、大体ね、昼間。朝と夕刊の間の時間ね。その時間にソープに行ったんだろうな、僕あの頃で、ね、もう20年以上前かな。新聞配達、そうよ、ちょうど昼ぐらいの時間空いてるんでね、ちょうど、はい、どうもね。早朝、そうね、そうなんだ、わかんない、行ったことない、早朝は。いや、今日はこの辺で終わるね。ありがとうね、おやすみなさい。ね、今日はもう遅いから、もう、でも今日、昨日より早い。1時前だ。1時前って昨日はさ、待ち合わせだからね。今日は焼き餃子だからさ、まあね。おやすみなさい。じゃあ今日最後の歌おうか。おやすみね。美味しかったよ。優しくするよ。ありがとうねって意味を込めて。じゃあ、締めの歌いこうか。今夜も締めのターン、その歌いこうか。あの鐘を鳴らすのはあなたでいこうね。あなたに会えてよかった。
あなたには希望の匂いがする。つまずいて、傷ついて、泣き叫んでも、爽やかな希望の匂いがする。薪は今、眠りの中、あの鐘を鳴らすのはあなた。人は皆悩みの中、あの鐘を鳴らすのはあなた。あなたに会えてよかった。愛し合う心が戻ってくる。優しさやいたわりや触れ合うことを信じたい心が戻ってくる。薪は今砂漠の中、あの鐘を鳴らすのはあなた。人は皆孤独の中、あの鐘を鳴らすのはあなた。薪は今砂漠の中、あの鐘を鳴らすのはあなた。人は皆孤独の中、あの鐘を鳴らすのはあなた。はい、おやすみなさい。またね。ありがとうね、皆さん。ありがとう。また明日。うん、あなたごめんね、黒猫さんね。ごめんね、また明日。ヒロさんもね、またね、ニグヒクさんも、ヤカンさんも、どうもね、うん。パワーさんも、おやすみなさい。また明日ね。うん。はい、おやすみなさい。